ウィリアム・バブコック・ヘイズンはアメリカ合衆国の軍人。南北戦争に北軍の指揮官として参加し、特に1862年のストーンズ・リバーの戦いにおいては地獄のハンエーカーを南軍の攻勢から守り抜き、北軍の和解を防いだ。戦後も軍に留まったが正義に反すると見れば、自他の地位や立場を構わず批判したことから、たびたび論争を引き起こした。 1830年9月27日にバーモント州ウェイストハートフォードに生まれ、3歳の時にオハイオ州ハイラムに移り住んだ。この時期に出会った後の第20代大統領、ジェームズ・ガーフィールドとは修正交友が続いた。1855年、陸軍士官学校を卒業し、少尉として合衆国第4不評士団に配属。南北戦争勃発までは、主として、 太平洋岸北西部やテキサスで任務に就いた。1859年11月3日には、ラノー川流域のコマンチェ族との戦闘中に重傷を負い、1861年まで療養のため前線を離れている。1861年4月、サムター要塞の戦いによって、南北戦争が幕を切って落とされると、平寸はほどなくして、 北軍第八本兵隊の隊員に昇進し、1861年10月29日には、第41オハイオ表隊の大佐となった。ドンカルロスビウイル少将敗下として、オハイオ軍の一個旅団の指揮権を与えられた平寸は、1862年1月に、進軍を開始した。初めて参加した、大規模戦闘は、シャイローの戦いである。この戦いでは、 ビューエル軍は二日目に戦場に到着し、北軍の勝利を決定づけた南軍に対する反撃に間に合っている。1862年秋、引き続きビューエルの指揮下でペリービルの戦いに参加。この戦闘の後、ビューエルは解任され、ヘイズンの旅団はウィリアム・ローズクランズ少将の第14軍団に編入された。ヘイズン旅団に礼儀、ローズクランズ軍は 1863年12月、テネシー州マンフリーズボロ近郊で、ブラックストンブラック大将を率いる南軍と対峙した。ストーンズリバーの戦いと呼ばれるこの戦闘において、北軍右翼は、ブラック軍の攻勢を支えきれずに後退し、ストーンズリバーの川岸に追い込まれた。このために、V 字型になった北軍の戦線の突端にいたのが、ヘイズンとチャールズ・クラフト巡将の旅団である。 南軍はヘイズンらの旅団に集中攻撃を加えたが、北軍が兵力、火力による援護を集中させたこともあって、結局戦線を突破することはできなかった。この激戦区は現地ではラウンドフォレストと呼ばれていたが、この戦闘に前後して俗に地獄の繁栄カーとも呼ばれるようになった。ヘイズンの旅団は409名の死傷者を出し、うち45名が死亡。 ヘイズン自身も、この戦闘で肩を負傷した。戦闘後半年もしないうちに混流されたヘイズン旅団、慰霊碑は、南北戦争時代のモニュメントとしては、最古のものであると考えられている。1863年4月、ヘイズンは準将に昇進した。1863年6月に始まった、タラホーマ方面作戦にもカンバーランド軍に属して、参加。 第21軍団に所属して戦った1863年9月の地下ーガの戦いは、北軍の大敗に終わり、カンバーランド軍はチャタヌーガに撤退、ブラックストンブラック率いる南軍はこれを包囲し、兵糧攻めに持ち込んだ。北軍の援軍として急破されたユリシーズ・グラント少将は、打開策としてテネシー側の航行権を奪取して、チャタヌーガへの補給船。 クラッカーラインを確保することを期した。この作戦において、都戦上ブラウンズフェリーを奇襲によって確保するという、作戦全体の成否の鍵を握る任務を割り当てられた、ヘイズンは、1863年10月27日、ヤインと霧に紛れ、約1000名の部隊を率いて川を降り、ブラウンズフェリーを奪取することに成功した。この作戦によって、補給体制を整えた北軍は、 続く、第3次チャタヌーガの戦いで、南軍の包囲を破り、チャタヌーガの支配権を確立した。ヘイズンもまた、チャタヌーガの戦いに第4軍団所属の一個旅団を、率いて参加したが、この時、ミショナリーリッチの上場に最初に到達した栄誉を、めぐって、フィリップ・シェリダン少将と対立を生じることになった。ヘイズンは、カモ動ガの勲行によって、 正規軍名誉少佐に昇進、チャタヌーガの勲行で名誉中佐に昇進した。シャーマンとその爆僚、後列左から二人目がヘイズン、前列左から二人目がシャーマン。カンバーランド軍の司令官職には、解任されたローズクランズに代わって、ジョージ・ヘンリー・トーマス少将がついていた。ヘイズンの旅団は、ゴードング・ランジャー少将の師団の下につけられていたが、 1863年11月、グラントがノックスビル救援に向かった、グランジャーが有する指揮権をウィリアム・シャーマン少将に移管したため、ヘイズンはシャーマンの指揮のもとに入ることになった。1864年のアトランタ方面作戦においても数々の戦闘に参加した。特に5月のピケッツミルの戦いでは適切な支援もないままに攻撃に移らざるを得なくなり、 大きな被害を受けた。作戦後半からは、テネシー軍第15軍団の師団長に抜擢された。9月2日のアトランタ陥落後、正規軍名誉大佐に昇進している。アトランタの陥落に続き、シャーマンは大西洋沿岸を目指す海への進軍を開始する。この作戦の最終目標であるサバンナ攻略を前に、シャーマンは、 ヘイズンの師団にマカリスタートリデの攻略を命じた。12月13日復業、ヘイズンはマカリスタートリデを強襲、圧倒的兵力差を武器に一日で陥落させる。これによって、シャーマン軍は海軍と連絡を取り合うことが可能になり、サバンナ陥落は時間の問題となった。ヘイズンは同日付で義勇軍少将に昇進し、サバンナも12月20日に陥落した。 続く、カロライナ方面作戦で、南軍はほぼ壊滅し、1865年3月13日に、正規軍名誉少将に昇進、4月28日に、帰還命令を受け取った。戦後の合衆国軍の規模縮小に伴い、1866年7月に、合衆国陸軍第38歩兵隊の大佐に、階級を改められ、1869年3月には、 第六歩兵隊に転属となった。この頃から、高級士官という体制側の立場にありながら、政府や軍部の不正を見れば、それを公然と批判し始めた。南北戦争時代に、平寸の幕僚を務め、戦後ジャーナリストに転身したアンブローズビアスからは、私が知る限り最も善良な、憎まれっ子と評されている。この姿勢は、多くの敵を作ったが、陸軍総司令。 ウィリアム・シャーマン、第20代大統領ジェイムズ・ガー・フィールド、第10代内務長官、ジェイコブ・ドルソン・コックスなど、有力な理解者も存在した。南北戦争後は、西部のフロンティアに派遣され、陸軍総司令官となったウィリアム・シャーマンの命令により、友好的なインディアンを、小太りで近郊に抑留、保護するという任務を与えられた。一方、敵対的なインディアンへの対応になった。 フィリップ・シェリダン少将は、その実動部隊の指揮官として、ジョージア・ームストロング・カスター中佐を呼び寄せた。平ンはインディアンに対して、全く好意的ではなかったが、しかし、相手が条約を守り続ける限り、白人も条約を守らなければならないという信念を持っていた。1868年11月12日、シェリダンの命令を受けたカスターは、ボシタ側にやえしていた。 ブラックケトルをはじめとするシャイアン族のバンドを攻撃するために移動を開始した。和平を望んだブラックケトルらは11月20日にヘイズンの元を訪ね、その保護を求めた。しかし、シェリダンと交戦状態にあるシャイアン族を一部でも保護した結果、保護地区にシェリダンの軍勢が流れ込んでくるようなことになれば、直属の部隊を持たないヘイズンにはこれを防ぐ手立てが、 なく、すでに保護している他部族に被害が及ぶことを懸念した。ヘイズンは結論として、ブラックケトルラを保護することを拒んだ。その7日後、ブラックケトルラは、ウォシタ側の戦いで、カスター軍の攻撃を受け命を落とした。この後、ヘイズンは、ウォシタ側の戦いに参加した疑いをかけられていた、カイオア族を、あえて保護し、シェリガンやカスターと決定的に対立する。 シェリダンは、ヘイズン大佐さえいなければ、今日のテキサスのフロンティアはもっとましな状態になっていた、はずであり、我々もわいごとと無縁でいられたであろうと批判し、やがてカスターが、我が平原の日々でそれに追随するに至ると、ヘイズンは、平原の日々に見られる誤りを正すという証拠で、両者に対する反撃を行った。また、シェリダンのバッファローを根絶計画にも反対した。 西部中東の傍ら、不仏戦争の視察のために投をしたこともあった。1872年には、不仏における学校と軍隊、あるベルサイユ老城者の日記を含むという著書を発表している。1872年2月、平寸は幼少時代の友であり、当時上院議員だったジェームズ・ガーフィールドに、中東地で行われている軍人と業者の増収割を、 告発する手紙を書き送った。この不正は多くの士官が知るところであったが、しかしその糸を引いているのが、陸軍長官、ウィリアム・ワース・ベルナップであることも、周知の事実であったため、あえて触れようとする者はいなかった。ヘイズンの動きを察知した、軍上層部は、ヘイズンを、偏京のバフォート取りで転属させるが、結局、この集分は4年後に、ユリシーズ・グラント政権を揺るがし、 ベルナップは辞職に追い込まれた。また、この頃盛んになっていた南北戦争の論争に関する論争にも巻き込まれ、シェリダンとは第三次チャタヌーガの戦いの経緯をめぐってベルナップと近い関係にあったデイビッド・スタンデー少将とはストーンズ・リバーの戦いの経緯をめぐってそれぞれ対立することになった。1880年12月15日、 第19代大統領ラザフォード・ヘイズは、ヘイズンを順章に昇進させ、陸軍信号司令部士官庁に任じた。その在任期間においては、実運用に不信した前任者、アルバート・マイヤー順章と異なり、基礎データの収集に注力したと評価されている。しかし、ここでも、軍上総部を公然と批判することをやめなかった。当時の陸軍信号司令部の職償には、 気象局の管理が含まれており、1882年から1883年にかけての第1回国際局面に際しては、北極の気象データを収集することを目的とする、レディ・フランク・リンワン遠征隊を組織した。1881年夏に出発したアドルファス・グリーリー隊員率いる24名の遠征隊は、1882年に派遣された、 補給船が悪天候により遠征隊との接触を断念したため、北極点から約500マイルの位置で支援もなく、越冬するという危機に陥った。1883年、アーネスト・ A ・ガーリントン隊員率いる救助活動もまた、失敗に終わった。ようやく1884年の救助隊が、グリーリー隊に接触することに成功した時の、生存者は6名だけだった。平寸は、 陸軍長官、ロバート・トット・リンカーンが、ガーリントン隊による救助が失敗した後救助隊の再派遣を拒み、グリーリーの妻、ヘンリエッタの運動による大衆の批判を浴びるに、至ってようやく腰を上げたその反応の鈍さを、問責した。リンカーンは、ヘイズンの言動を起用方変であるとし、ヘイズンは、軍法会議の結果有罪とされ、チェスター・アーサー大統領から、 検疾処分を受けるに至った。一方で、新聞各紙は、平寸を支持し、林間に対して批判的であった。1885年、主に南北戦争の改装で構成された、自伝、戦歴の話を出版。その後、健康状態の悪化に伴って執務が困難になり、1886年12月、先の遠征隊の隊長アドルガス・グリーリーが、 信号司令部の長を正式に代行することになる。翌年1月、ヘイズンは、グローバー、クリーブランド大統領主催のレセプションに出席した後に体調を崩し、16日、人不全で死亡した。ニューヨークタイムス紙は、死亡記事の中でヘイズンを攻撃的、抗戦的と称し、その持ち味が戦場での活躍に寄与すると同時に、平時においては、 大きな敵を作る要因となったと評した。遺体は、アーリントン国立墓地に埋葬された。ヘイズンの妻である、ワシントンポスト紙の社種ワシントン・マクリーンの娘、ミレドレット・マクリーンは、ヘイズンの死後、海軍大将ジョージ・デューイと再婚している。ネバダ州ヘイズン及び、アラスカ州のヘイズン湾は、ウィリアム・バブコックヘイズンにちなんで名付けられている。ありがとうございます。